はい、どうもどうもどうも。というわけでですね、はい、ちょっとすいません、間延びしちゃったんですけど、ね、今あのね、スコアを集計してるんですよね。そうですね、集計中で。ちょっとね、あの、うん、まあ、今回僕が、うん、あ、思った DJ おさむのミックス、うん、それから、うん、で、あの、僕自身に対する自分のミックスの評価、うん、それから同時におさむさんの自分に対するミックスの評価と僕のミックスの評価っていうのをちょっと点数足してみたんですよ、はい、ね、それで、まあ、あの、今回の DJ はこういう点数でしたよと、はい、いうところで、はい、あの、つけたいと思います、はい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 、これの分析についてはですね、うん、今後やっていきます、あの、一つ一つのセグメントを見てどうだったかっていうことになりますので、うん、ここにあるパラメーターっていうやつ、はい、一つ一つについて、うん、今日はここはできたねとか、はい、そうですね、そういうことで話せればいいかなと、うん、これが今後の我々の実はあの基準になるんですね、うんうん、まあ、これよりあの自分が例えば60点にしたいなとか、うん、40点にしたいなって時もあるわけですよね、うんうん、ディープに持っていきたいとか、はい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 、まったりいきたいとか、だからそれを狙った点数に私たちはなるのかと。そうですね、まあ、ある意味でもね、100点満点まではまああんまりないけど、じゃあ80目安でやって、あのね、60とかは全然ありそうですけどね。ちなみに狙いとしては、うん、80取れるとビッグルームで、はい、ね、DJ できるというような、うん、形です。100点はないんで、はいはい、うん、あの100点の芸術というのはありませんから、うん、そうですね、そういうことで80点ぐらいをね、はいはい、目安に頑張っていければいいかなと思います。そうですね、うん、あ、じゃあ今なんか数字出るみたいなんで、最後に見せてもらいましょう。まずは、最初に DJ やったからおさむさんのスコアですかね。あ、僕行きましょうか。じゃあこんな感じになりました、はい、合計でおさむさんが自分の評価57点、はい、僕の評価が64点、57+64、121点。自分と他者の評価を合わせるとそういう感じなんだ。そうですね、これあのね、一応得点じゃなくてハンズインディエーダーなんですね、はい、うん、121ハンズインディエーダーですから、121人が手を挙げて踊ってたよ。おー、そういう形ですね。まあ、ダブルで挙げますから、はい、60.5 人ですかね、1人は片手しか挙げてないよ、はい、そんな感じですね。これが、まあ、DJ が多くなればなるほどね、ハンズインDJは増えるんで、うん、まあ、逆に言えばそっちの方がクラブとして成立してますよね、はい、3人より、ね、2人より3人の DJ の方が長いし、そうですね、そういうのがありますもんですから、うん、そういう単純にね、僕らポイントじゃなくて、はい、ハンズインDJ を考えてみたいと思います、ね、面白いですね、うん、で、これから僕の方の点数が出るのかな、はい、はい、が出るんですけど、それが、自分の評価が53点、はい、53で、おさむさんからの評価が66点、はい、なるほど、119点、ハンズインDJ、はい、まだ2人とも同じぐらいの似た感じですね。似た感じですね。面白いですね。まあ、まあ、それで個々のポイントの違いがありますから、うん、それが我々のパラメーター一つ一つの点の違いがありますから、うん、そうですね、それはちょっと今後の分析に、はい、を考えてですね、そうですね、その辺をおいおいみんなで話していければなと思ってます、うん、はい、面白いですよね、これね、また変わって、揃ってくると、頭数っていうかデータ数が、そう、それも面白いですよね。この時のミックスは、僕らは110ハンズインDJ、119ハンズインDJ、121ハンズインDJということですね。そうですね、うん、でまあ、平均で120と、そうですね、まあ、60人ぐらいの箱で楽しくやりましたよっていう、ああ、ね、素晴らしいですね、素晴らしいですね、わけのわかんない評価ですけど、まあ、そういうことで、はい、ここはまあ JD もね、来月は帰ってくるでしょうから、うん、そうですね、そういった人たちを混ぜて、はい、合計がこれだと300ハンズインDJですか、150人のクラブですか、うん、そうなるね、4人入れば2、ね、もっと増えますから、そうですね、まあ、こういった形で、はい、やっていきたいなと、楽しみですね、まあ、別に誰が勝った負けたとかじゃなくて、まあまあまあ、そうですね、あのこういうのを基準で、ね、そうですね、うん、これがあのポイント基準で、ね、またあれですよね、想像するにはほらJD の場合は一貫性あんまりないんだけど、パーティー感は高いとか、そう、ね、そういうのあるから出てきそうですよね。決してね、それがいい悪いじゃないんですよ、うん、だって芸術にいい悪いないじゃないですか、うんうん、ゴッホの絵がモネより優れてるとかないわけじゃないですか、ね、そうですね、だからそういうことでね、はい、まあ、ただただ
我々が自分の思いを、うん、自分のやったこと芸能を数値化するとこうだったと、うん、そうですね、いう程度のもんです、はい、面白いです、まあそういう形でね、はい、やっていきたいなと、そうですね、いうところで、まあ11月来月があって12月があって、もうその年末配信ですからね、そうですね、年末配信どうしましょうか ね、あまり考えてないですけれども、みんなそうですね、そろそろ考えていこうかな、ね、とりあえずカバブマシンとかレンタルしたいですね、やばいですねそれね、ぐるぐる回ってぐるぐる回って焼いちゃいますよっていう、いやまた肉は高そうだな、ね、いやでもチキンでいけばね大丈夫ですよ、まあ、あれチキン重ねるんですよね、胸に重ねるの、ね、そう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 、やばいですよあれ、でも今日の肉フェスで1本何キロっつうか120キロだか言ってましたよ、120キロ、うん、だってあれ2キロの780円で肉60個買わなくちゃいけない60個5万じゃないですか、いやでもまあそこまでできないにしても、なんか細身のね、細身のやつをね、なるほどね、10キロぐらいでも行きたいな、できたらな、10キロは僕ら手届きますからね、5袋ですからね、余裕ですね、余裕ですよ、うん、焼けたそばからこう周りから削ぎ落としてねまあそういうことでございまして、はい、今日はまあこの辺ですかね、そうですね割と早めなのかな、なんですけど分かんないですけど、そうですね、もう朝から飲んでるんでさっぱり分かんないですけど、分かんないですね、まあ今日はこのぐらいで、そうですね、失礼させていただいて、はい、また来月です ね、来月ということで、はい、まあ今夜も楽しい晩でしたというかまあ朝から動いてるんで楽しい日でしたね、そうですね、結構充実感ありました、ね、そうですね、はい、はい、それではそれでは、どうもじゃあまたお疲れ様ですね、次回お願いします、はい、お疲れ様です、お疲れ様です。